にちは。始まりました、川西美希です。今回はダイソーから新しく出たコスメの URGRAM 第2弾です。リップスティックとリップグロスをレビューしていきたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで前回アイメイク編で単色のアイシャドウをアイシャドウパレット、そしてマスカラ、アイライナーを紹介したんですが、今回はこちら URGRAM のセクシー&ヘルシーメイクアップクリーミーリップスティック EX っていうカラー、番号がね8番まであるんですが、私がゲットできたのは5個です。でこちらの5個と、こちらシアーリップグロス、こちらは全部で5色なので全てレビューしたいと思います。じゃあまずはリップスティックの方から、私がゲットできたのはこちら03番のコーラル、04番のレッドピンク、05番のマゼンタピンク、06番のベージュ、そして08番のレッドです。でパッケージはこんな感じで、リップスティックではちょっと珍しいパッケージの間、真ん中のところで色がわかるっていうやつですね。これ結構わかりやすくてすごい使いやすいなと思いました。まずは03番からです。クリーミーリップスティック EX の03番ですね。こちらパッケージこんな感じになっていて、ちょっと上の蓋のところが斜めになってますね。で開けてみるとこのような感じです。色的にすごい私が好きな色かな。でこちらのリップスティックはほんのり発色のシアータイプとしっかり発色のセミマットの2色のタイプがあるらしくて、03番のこちらのコーラルはほんのり発色のシアータイプです。それでは手にね塗っていきたいと思います。塗ってみるとこのような感じです。思った以上にほんのりすぎてびっくりしました。しかもめちゃくちゃ滑らか。なんかリップクリームとか保湿も一緒にしてくれてカラーも出るよっていう薬局とかでね売ってるタイプのリップとかなり似てます。すっごい滑らかでほんのり発色してくれるんですけど、コーラルだけどすごく挑戦しやすいコーラルで、すっぴんの肌にも合いそうだし、初心者メイクだったり、そして普段のメイクにもとっても使いやすそうなカラーです。これはちょっとテンション上がる、びっくりしました。100均のってこういうシア感とか出ないイメージ、これは綺麗、ちょっとびっくりしましたね。はい、唇にも塗っていきたいと思います。手に塗った感じこれすごい可愛かったのでちょっと楽しみ。ちょっと私の唇がカサカサしてるけど塗りやすいですね。でも手に塗った感じよりはちょっと固めなのかな。ちょっとこすりつけて何度も往復するとしっかり色がつくって感じかな。03番のコーラルは塗ってみるとこのような感じです。結構薄めな発色で、でもやっぱ思ってた通り塗りやすいですね。程よい発色なので OL さんとかでも使えるし、学生の方とかもね使いやすいと思うんですが、保湿力はそこまでないかなという感じです。塗った今は少しだけ保湿してくれてる感はあるんですけど、5分とか10分ぐらいしたらもう乾いちゃいそうなぐらい保湿力はちょっと低そうだなと思います。そして次はクリーミーリップスティック EX の RP の204番レッドピンクです。こちらはしっかり発色のセミマットタイプです。実際に塗ってみるとこのような感じ。セミマットって言ってるけど、私が思ってたのはもっとマットな感じでした。これすごいですね。これで100円、すごい使いやすそう。本当にスルスル塗れて塗ってて気持ちいいですもん。でも薄めに塗るとしっかりカラーはついてくれるんですけど、ちょっと指とかでぼかしたら結構いい感じに仕上がりますね。なのでシアっぽい感じにも仕上げられるし、結構しっかりと濃いセミマットにも仕上げられるよって感じで、ちょっとねカラーがピンクすぎるので私の年齢的にはっていう感じなんですが、これもすごい塗りやすいリップです。04番のレッドピンク、実際に唇に塗ってみるとこのような感じです。結構マットですね。なんかゴリマットじゃないからちょっと塗りやすいっちゃ塗りやすいんですが、今まで塗ってきた、1500円とか2000円とかするリップスティックとそんなに違いを感じないです。あとはあれですね、時間が経って荒れるかどうかとかそこら辺が気になるところですけど、なんか匂いとかもクレヨンっぽくないし、とっても塗りやすいですね。いや、こんなの出しちゃったらもうさ、自分に合うカラーがあったらもう他のねデパコスだったりとか1500円とか1000円とかのリップも買えないっていうぐらいかなり出来がいいです。はい、そして次はクリーミーリップスティック EX の PK1番、05番のマゼンタピンクです。一見結構魔女っぽい強めのカラーですね。紫色、こちらもしっかり発色のセミマットタイプです。実際塗ってみるとこのような感じです。一般的にはちょっと使いにくいカラーかもしれないんですけど、こちらもやっぱ塗りやすいですね。05番マゼンタピンク、実際に唇に塗ってみるとすごい、これはなんでこのカラーを入れたんだろう。ちょっと奇抜な色も作ってみたかったのかな。すごーい。05番のマゼンタピンク、このような感じです。
うん、ちょっとこれは重要性がわからないんですけど、すごい壁にもめちゃくちゃつきやすいですね。ちょっとマゼンタピンク、結構色が濃いので今かなり撮ったんですけど、まあ、こすったっていうのもあって色が残ってますね。結構発色がいいですね。そして次、クリーミーリップスティック EX の BE1番、こちらは06番のベージュです。手に塗ってみるとこのような感じで、こちらもしっかり発色のセミマットです。これもすごい絶妙な可愛いベージュですね。とっても使いやすそう。唇に塗ってみるとこのような感じです。ベージュってリップにすると結構苦手なカラーだなって思ってたんですが、このベージュは好きです。とっても塗りやすい。なんだろう、土色じゃなくってちょっと上品さのあるピンクベージュというか、初めてベージュで可愛いって思いました。で100円でしょ。いやこれちょっとベージュが苦手な方とかも挑戦しやすいかもしれないですね。遠目で見てみるとこのような感じです。ちょっとね、チークとかが合ってないからなんですけど、リップ単品で見ると結構可愛いかなって私は思いました。そして次、クリーミーリップスティックの EXRD の208番のレッドです。実際手に塗ってみるとこのようなカラーです。でこちらはしっかり発色のセミマットです。ちょっと濃いめだけど可愛いカラーですね。実際唇に塗ってみるとこのような感じです。うん、でもパーティーとかそういう特別な時とかはすごく映えていいのかもだけど、普段使いは指でぼかさないと難しいのかな。あとはすっごい派手なメイクをする時だったりとか、全体を通してちょっと普段使いしにくいというか濃いめのカラーが多かったですね。で多分私が手に入れられなかったやつ、01番がディープレッド、これがほんのり発色のシアーで、02番ローズピンクがこちらもシアー、そして07番がローズ、こちらはセミマットでこんな感じのカラーです。やっぱ01、02、03っていうこのほんのり発色シアーっていうのがすごい使いやすいカラーになっていて、でちょっとマットっぽいのは奇抜なカラーというか結構攻めたカラーが多いかなと思いました。でも思ってた以上にすっごい塗りやすくて、ダイソーでコスメブランドドーンってね、これだけたくさんの商品出して作ったので、気合が違うなと、素晴らしい商品作ってくれたなと思います。で私はやっぱ普段マットなカラーを使わないので、03番のコーラルカラー、このシアー感とかはねすごい好きです。見た目も100均に見えないし、めちゃくちゃ使いやすい。はい、でちょっとリップ落としたんですけど、思った以上に最後のセミマットのカラーが強すぎて、水クレンジングでここ何度もゴシゴシしても全然取れなかったので、私はティントリムーバーっていうねミシャのものなんですけど、こちらを使って落としました。そしたらね綺麗に落ちたんですが、結構発色すごい。シアタイプのものはつるっとね落ちたんですけど、セミマットのものはかなり発色が濃かったので、クレンジングの時とか入念にしないと唇が荒れちゃうかもしれないです。リップスティック唇に塗ったのを並べてみるとこのような感じです。はい、そして次はこちらのユーアグラムセクシー&ヘルシーメイクアップのシアーリップグロスです。こちらは全部で5種類でした。まずはこちらシアーリップグロスの PK1番、01番シャイニーピンクです。これはグリッターのラメが入っていて、結構ギラギラした感じに見えます。でアプリケーターの部分こんな感じです。チップになっていて先がちょっと斜めになってる感じで、とっても塗りやすそうですね。実際に塗ってみるとこのような感じです。チップの部分すっごい柔らかくて塗りやすい。でも角度変えると結構強めのギラギラ。グロス自体の色がピンクで、ラメの色がゴールドで、シルバーもちょっと入ってる感じかな。それでは実際に唇に塗ってみます。あ、ギラギラ感すごいですね手に塗って近くで見るとそんなわかんないんですけど、遠くから見るとやっぱり角度をいろいろ変えるので結構すごい、ちょっと派手な感じというかゴージャスな感じになる。01番のシャイニーピンクは塗ってみるとこのような感じです。普段使いはしにくいのかな。ゴールドのグリッターラメが結構ギラギラしてますね。なんか角度によってはちょっと白っぽく見える感じもあるので、普通のリップの上に塗るにしても薄めに塗った方がいいかもしれないです。一度塗りだとそこまで違和感なかったので、一度塗りでさらっと塗ってとかの方がいいのかなと思いました。メイビリンから出てる一時期すごい流行ったゴールドラメリップみたいな感じで、中心ちょっとだけ塗ってあげるとか、このリップの山のところにハイライト的な効果で入れてあげるとか、いろんな使い方あると思うので、ちょっと自分で生み出してみるのも楽しいかと思います。でグロス特有のペタペタ感なんですけど、あんまりなくって結構サラサラしててすごい使いやすそうですね。そして次はシアーリップグロス PK2 の02番ローズピンクです。
え、これすごい可愛いですね、見た目。ちょっとオレンジっぽい感じもする。先ほどのリップと比べると中をかき混ぜてみると、さっきよりもサラッとした感じのグロスですね。手に塗ってみるとこのような感じです。シェア感がとてもあって可愛らしい、ちょっとナチュラルに仕上げてくれる感じのグロスです。で、ちょっとね、気になったのが入り口がちょっとね大きめになってるのかな。なのでこれちゃんと閉めないとこぼれる可能性があるかもしれない。さっきのグロスは中身がそこまで水っぽくなかったので気にならなかったんですが、これはちょっと危ないかもしれないですね。実際唇に塗ってみるとこのような感じです。え、これすっごい塗りやすい。なんかグロスっていうよりはオイルっぽい感じです。とってもサラサラしていて、グロス特有の粘着っぽい感じは全くなく、オイルですね、オイルとか水っぽい感じで、カラーもとっても可愛くて、往復しないで一度塗りでも結構色は出てくれて、で二度塗りとか三度塗りすると少しだけ色が濃くなってくる感じで、めちゃくちゃ可愛いです。ピンクっていうよりはオレンジっぽい気がします。オレンジピンクみたいな、可愛い。これあと塗り心地もサラサラしてていいですね。これはどの年齢層の方でも使いやすくて、そしてベタベタしないので、グロスが苦手だなって思ってる方でも挑戦しやすいと思います。これが100円はすごい。ちょっとねここの入り口のところが緩いっていうのはあるんですけども、ちゃんと蓋を閉めれば問題はないので、今のところユアグラムの中で一番好きかもしれないです。かわいい。そして次はシェアリップグロス PB-1 03番のピンクベージュです。パッケージにアクアウォータリーって書いてありますね。こちらも先ほどと同じサラッとしたテクスチャーですね。手に塗ってみるとこのような感じです。かなり薄めのオレンジですね。実際唇に塗ってみるとこのような感じです。これはすっごい色が薄いので、元々の唇の色にもよるかもしれないんですが、ちょっと桜っぽいピンクになってくれる気がします。グロスの中で一番ナチュラルで、スクールメイクとかにも使えそうですね。ほんのり色づけてくれて可愛らしく仕上げてくれます。そして次、シェアリップグロス RD104 番のレッドです。これもみずみずしい感じで結構はっきりしてそうなカラーですね。手に塗ってみるとこのような感じです。これはちょっと02番よりも少し濃い感じで赤みを出してくれる、かなりみずみずしいので調整が効いて使いやすそうです。実際唇に塗ってみるとこのような感じです。うん、この色もすごい可愛い。03番が一番薄くて、02番、04番っていう順で濃いかな。すごい可愛くって、重ねるごとにやっぱり濃くなってくれるので、大人っぽく仕上げたいなっていう方は濃いめにつけても可愛いし、血色感だけ出したいっていう方は一度塗りでその上からリップクリーム塗ってもいいかなと思いました。みずみずしさもね程よき。でもちょっと時間経っちゃうとやっぱり乾燥するかなと思うので、塗った後にグロスとか重ねてもいいし、乾いたらリップクリーム、リップグロスをさらに重ねてもいいかなと思います。でもねオイルっぽい感じなので唇が荒れそうな気がしないです。そして最後はシェアリップグロス CL105 番のシャイニークリアです。こちらはとてもキラキラして可愛いグロス、中にブルー、ピンク、そして白っぽいのとかも入ってるのかな。ラメがねすごい可愛く入ってます。でこちらもかなりみずみずしいですね。手に塗ってみるとこのような感じです。このボトルの中だと結構ラメが可愛く見えたんですが、塗ってみると全然わからない。本当にクリアなグロスって感じですね。実際に唇に塗ってみるとこのような感じです。ラメ感全然わからない。ちょっとたまにキランとするかなって感じですが、私は2粒しか見つけられない。そのぐらい全然わかんないですね。01番と極端だな。そんなわかんないんですけど、でもこれは本当クリアなグロスっていう感じで、でもリップの上からこれを重ねるっていうのはちょっと厳しいのかなと思いました。ティントのグロスでもう乾いて指で触ってもつかないっていう状態でこれを塗るんだったらちょっとつるんとして見えるかもしれないんですが、リップの上から塗るグロスっていう概念でこれを使ってしまうと、まずこのアプリケーターにグロスがそこまでつかないっていうのが一つなので、あんまりプルンと量も乗せれない。だから結構こう何度も何度もつけるって感じですね。でこのグロスを使ってプルンとさせたい場合は、手の甲にちょっと何度かこういう感じで出して、で指とかリップブラシとかでこのようにポンポンポンと置いてあげるとかだとプルンとします、でもかなりみずみずしいので量を多くのせてしまうと垂れがちなところはあるので、そこだけ注意が必要かな。でも単品で使う分にはすごい使いやすくって、塗り心地もいいので、800円とか1000円以内で売ってるリップクリーム代わりにこれを使うとかはすごくいいかもしれないです。
もちろんプランパー効果とかはないんですけど、垂れないぐらいの程よい量を乗せれば結構唇が可愛く見えます。すごいプルンと見せてくれる。はい、で腕に塗ったやつ全色並べてみるとこのような感じです。1番と5番が単色使いじゃなくって上からも重ねられるっていう感じで、あとの3色は単色でも十分色が出るし、とっても可愛いカラーでした。私的に1番以外は全部使いやすいかなと思いました。そして唇に塗ったの全部並べてみるとこのような感じです。私的にこの02番のカラーがとっても可愛いなと思いました。普段使いとしても使いやすいし、デートとかにつけても可愛いし、場所を選ばずとっても使いやすく活躍してくれるグロスかなと思います。100円でこのクオリティはやっぱりすごいし、まあ、気になる点としてはこのグロス自体が結構みずみずしいので、この入り口のところから漏れないようにしっかり蓋を閉めるっていうところと、アプリケーター自体にグロスがつきにくくなっているので、唇に塗ったら何度かこうつけるっていう感じはあるんですが、100円でこのクオリティ素晴らしい。もうね、今まで100均のコスメで驚かされたことたくさんあったんですけど、やっぱりねダイソーが力入れただけあって使いやすいなと思いました。で、今まで100均にあってたコスメの中でポーチに入れてたものって鼻高パウダーとチークとかしか思い浮かばないんですけど、このグロスはポーチにも入れたいぐらいとても可愛いグロスだと思います。はい、という感じでユーアーグラムのリップグロスと、そしてリップスティック紹介したんですが、どちらも私的に優秀だなと思いました。やっぱリップグロスとかリップすごい好きなので、いろんな値段で様々なカラーをね使ってきたんですけど、ピントではないけどとても色づきもよく、特にリップスティックなんかはかなり色持ちしてくれそうな感じだし、リップグロスも保湿をしっかりしてくれてとっても使いやすかったです。皆さんが気になったからあったでしょうか。ぜひダイソーに行ってチェックしてみてください。で、第1弾のアイシャドウの動画もあるので、まだ見てないという方はこちらからチェックしてみてください。そして第3弾はまだ紹介してないコスメだったりブラシ、今まで紹介したものを含めてオールユーアグラムでメイクをしていきたいと思います。そちらの動画もぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、 メキポンの自由帳もあるので、そちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。